肉巻きおにぎりを作りまーす。好き？肉巻きおにぎり好き？大好き大好き大好き。肉巻きおにぎり、じゃあ今日簡単だから一緒に作ってくれる？なんか誰かいるけど。熱々のご飯に焼き肉のタレを入れて味をつけます。もっともっと、どうぞ混ぜてください。こうやってやってお手本見せるよ。切るようにして混ぜて、はい、切るようにして。いいね、それ。ちっちゃい応援団が応援してるよ。そしたら続いてはちっちゃいおにぎりを作りたいと思います。え、ちっちゃいの、うん、どうやって握る、これ。ラプリーズ。あえてすげえな。10個に分けて1個ずつこうね、ほらラップでくるんで、おおおお、見てほら、あんちゃんこういうこの形にできる、このこうやって。そしたら俵型にしたら、そうお寿司の形にしたら、もう一回ギュッて握ってコロン、押してください。あれとできた、あれできた。じゃあここにコロンして、あ、上手。イエーイ、天才が、天才。ほら、そこのお嬢さん食べないでください。10個できました。そしたら冷まして、そしたらレンガ冷まして、一回冷まします。熱いとこの後お肉巻いて焼いた時、ポロポロポロってお米が出ちゃうんだ。おにぎりが冷めました。はい、イエーイ。お次はお肉を巻いていきたいと思います。豚のもも肉、贅沢に使っちゃおうと思います。これを10枚並べてください。このお肉に片栗粉を振ります。巻いた時剥がれないようにするために、片栗粉が海苔の香りになってくれます。端っこ置きます。うん、右の端っこなので斜めにくるくるしていくの。そしたらどうなる、ほら、全体に行き渡ってる。全体、お肉が、お肉が行き渡ってる、行き渡って、ほら、おー、綺麗。もうお米が見えないね。お米がどこから見ても落ちてきません。はい、これをじゃあ作ってください。はい、こんな感じでいい。あ、いい感じです。片栗粉が海苔の代わりになりました。まずはレンガ2つ、ハルトが3つやるか。端っこに乗せてずらしながらよ、全体に行き渡るように。おー、できた。そしたらギュッて握ってお肉でギュッて端まで、上手。じゃあ次ハルトやるね。次ハルトね。次ハルトね。ね、ご飯とお肉の割合ちょうどよくない？うん、ちょうどいいね。なんかおにぎり食になってきたんじゃない？ね。あ、これはもう確実に見えない。あ、うまい。それではいよいよ焼きまーす。イエーイ。また片栗粉を全体に振りかける。これやりたい。なんで？これは2つがくっつくよ。このおにぎりがこうくっつくよ。意味がわかんない、それ。タレにくっつくように。そう、タレがお肉にしっかりとくっついて離れないようにするために片栗粉を振りかけるんです。お肉が剥がれないように閉じた面を下にして、まずはくっつけます。こんないい匂い。油回しでよく、あ、そろそろ焼けてきたんじゃない。あ、そうだね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 、そうだよ。ご飯が出ちゃうよ。おお、そうそうそう、一瞬間に。あんまり触る。焦げ目がついてるね。あ、いい色だね。いい色だわ。あの、三面焼こうか。一、二、三面。お肉が負けてないやつはやっぱ出ちゃうね。ね。あ、お肉しっかり負けるといいね、今度はね。ほら、見て。これもうほら、かかって、かかっちゃったでしょ。うん。かかったやつはもう壁に、ボン、壁ドン。壁ドン。壁ドン。ほら、できたよ。どっこいしょ、どっこいしょ、よっこらせ。このフライパンについてる油を一回取ります。なんでかっていうと、この油を取らないとタレが弾いちゃって絡まないの。よし、そしたら焼くのか。入れるよ、焼肉のタレを。最後は強火で絡めます。ぷくぷくしてきたらお肉を戻します。よろしく絡めます。ちょっと跳ねるからね、これはママがやったほうがいい。それで最後、ごまをかけて出来上がりです。うわ、肉巻きおにぎりができた。あー、だけどな、レンガ巻いたやつポロッとしちゃったな。ね、お肉はちょっと短かったね。でも美味しそうだね、食べてみよう。長めのお肉だったらいいね。よし、食べるよ。イエーイ。
と肉とご飯がちゃんとぴったりしてるから美味しい。崩れない、全然崩れない、美味しい。タレが全体に広がってるあんちゃんも食べたい。今度さ、これ持ってさ、遠足行こうよ。ね、遠足行きたいね。いいね。それ、ハルトが作ってみたいな、今度は。作ってくれる？うん。作って。YouTube のチャンネル登録もお願いします。